するしない。どうも、ひなたいこです。久々に MJ を打っていきたいと思います。今日もふわっとフリー対戦トンプを打ちたいと思います。では早速参りましょう。フリーフリー、誰が出るかな。はい、集まりました4人。早いね、本当に。先生様様でございます。よろしくお願いします。強者、強者、強い方いましたね。よろしくお願いします。あ、ミサさんの声ですね。なんちゃ私。実況は私、小林ミサ。そして解説は土田交渉です。スッチーすごい解説食うじゃない。はい、よろしくお願いします。どんな戦いとなるのでしょうか。スッチーとミサさんですね。今回はなんちゃドラが嘘、あんまりだけど、とりあえずペンちゃん外しながら一番最初に仕掛けるのは誰か、残りを考えていきたい。今回の手泣かないな。このイースチーピンに頼りながら重苦しい場になっています。やっていかなきゃいけない感じが嫌ですね。みんな普通の捨て牌、気配から打ってますよ。場は膠着状態。チー、ああ、神茶。いきなり仕掛けていった。タンヤオじゃない。止め手にしては自敗から打ってる。場を制する人物は一体誰なのか。ちゃんと切っちゃおう。日向、これでリアクション点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。出てない役は初ロン。あ、普通かな。濃い面、これは思わぬ。違う、3色だ。静かな静かなスタートですね。渋いですね。まずは一歩リード。そうか、根っこを泣いてということですね。親だし、レンちゃんに。早かったね。一本だ。ちょっと早すぎたね。はお、赤か。現在のトップは赤だけれども、ウーシャンテン。さほど気にする点差ではなさそうですね。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。今回は薬牌を重ねるか、ひなた、これで一歩前進。瞬通でいくしかないんで。ここからが腕の見せ所ですよね。トンとハクはとりあえず残す。いやー、とりあえず残すって言ったけど、なんか形ができてきた。ひなた乗っている。方針が定まってきましたよね。いやー、あんま定まってるのがよくわかんないですけどね、これね。またね、ドラが老僧なんでね。おー、早いよー。おやりなんでね、注意が必要ですね。果たしてここをしのげるのかね、親のリーチですよ。なん、イーソーキューピン。さすがに。ひなた、まだ十分にトップを決め。おー、一発ツモでした。しかもドラがある。これは強烈なツモ上がり。おー、二色。上がっちゃったんだ。リーチ、一発ツモ、ドラドラ。4000ゴールの一本が、かなり離れてきたぞ。三パチパチ。トン1曲、日本馬、ドラはパーピン、プレイヤーはなんちゃです。好調。最初に、プレイヤーのハイパイはどうでしょうか。うん、ちょっときついな。国士に行くか迷いますね。一体どんな結末となるのでしょうか。国士に行け、頭、1、2、3、4、5、6、7、8、全然行きたくない。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。でもなんかね、これあれよね、ちゃんだとかそういうのにも見えるよね。トンポンだって。いきなり仕掛けた。とりあえず国士がほぼやらない方向に今 なったね。というわけで普通に打ちます。これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。T1 とかパーピンとか、なんか自然にこう端っこに関わるのがパパパパってくるのであれば、ひなた、ウーワン切るよ。赤ウーワン切ってもいいよ。ここからが腕の見せ所ですよね。パーピンドラだよ。この範囲に反撃はする。泣かない、ちょっと待って。でも2枚目泣くか。あー、これはもう泣く。次の初は泣きたい。ひなた、逆転することができるのか。一応一番いらないのはキューピンなんですけど、あっという間にイシャンテン。ツモが噛み合ってますね。パーピンとか来たら、チーピンとか来たら、
さあこの子も我慢、3色もつけちゃおう。ポー、ごめんなさい、嘘です、お味です。酸素待ち、酸素待ちです。イーソーが2人早い。ポン、ポン、ひなた早くも2個。これはね、イーソー変えられるんで、他の自敗とか勝ち者どのように打ち回していくのか。とりあえずパーピンにしてみる。短期は自由ですから。そう、短期は自由ですから。なんでパーピンのドラちゃんたが消えたけど、初ドラドラは高いよね。各茶相手の出方を伺っているのか。会議のなんかな。場に緊張感が漂っています。これはなんか最後までパーピンありだな。少し場が落ち着いてきたか。ここでも仕掛けない。シャアはね、切ってますね。もう泣けないんで、泣きません。トイメン、捨て牌に中ちゃんぱいが並んでいます。これ誰かがパーピンいっぱい持ってたらおしまいよ、これ。ひなた、上がりきることはできない。おーい撃ったらあかん。これは思わぬ失点。トン赤、あ、まあ、うまく撃たれてしまいました。あ、点々でした。ちゃんとトン2曲、欲張った結果、報酬となりました。プレイヤーは親です。親が来たよ、ウーシャンチェン。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。それでは対局の模様に注目してみましょう。直撃が一番嬉しいですけどね、なかなかね。ひなた、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。ちょっとね、あれ、ドラから打ってる。手が悪いんですよね、重くて。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。結構厳しいので、無理してみる。タンヤオとかならいけそう。逆転することができるのか。だけど自力で仕上げるにはちょっと時間がかかりすぎそうですね。みんな普通だな。中ちゃんパイが立て続けに来ています。ドラから打ってるからな。手が進んだ。ここから何を引いてくるか注目ですよね。いいか、山も出ちゃうか。武蔵とかよりも。さあこの範囲に、ここはスルー。普通に動きもありで、赤入ってるし。場が重い空気に包まれています。ここはドラを打ってきた。か、いらない。やばい、全然進まない。一番最初に仕掛けるのは誰か。かなりゆっくりだな、進行が。みんなトイメン、ドラが被ってしまった。ドラ被ったけど、いらないもんね。お、酸素入った。ひなた、これでリャンシャン点です。ピンズの形がいいですね。あーっと、ここで仕掛けていく。安全各茶どのように打ち回していくのか。チーピンから泣くかどうかを今考えてるんですけど、もう泣いた方がいいかな。各茶相手の出方を伺っているのか。これね、頑張っても、初は安牌ですか。すごい頑張ってもタイヤを赤来て赤ぐらいなんで、場に緊張感が漂っています。上がりちゃんだし、もう泣くか。ちょっと待ってね。これで相続ついて567の3色が見えるようになったんですよ。チー、トイメン、ここでチー。で、トイメンさんはね、だいたい安い。スコッチ、さあこの牌はここも我慢。効かないよ。だから結構いらない牌は打ちます。切ってく。全然進まないよ。わーわー、もう泣くよ、もう泣きます。あ、チーチーチー、ここは仕掛けるか。こっちこっち、チーチーにして、ひなた、スピン、イーシャン点。よくここまで持ってきたな。え、
パーピンつもぎり？パーピン入ってたやないかい。このまま静かに場が進行していくのか。リャウーピンの声ここでも仕掛けない。あや、リャウーピンに変え、思いをちょっと変えます。あの時のリャウーピンちょっとね、よく見たらパーピンの方が出てたしな。誰がアナリを勝ち取ることになるのか。音大きくなった。やばいやばいやばい、思い直して正解。やばいやばいやばい、ミサさんの声一気に大きくなってびっくりした。場を制するのは天敗しました。でも上がらないとこれ親流れちゃうよ。高くなった、赤が来たよ。息を呑む攻防が続いています。おお、なんか高くなったよ。見事、もう何も言うことなし。これで2着。はい、1000ゴールです。トモトン2曲一本場ドラマ数奏。ギリギリ親が続きました。ですお願いします。日向全曲はあまりを決めています。悪くはないかな。果たしてこの曲を制することができるのでしょうか。親が続いた、パーワンからかな。ハッカパーワンかで8から。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。日向早くもリャンシャン点。ここからが腕の見せ所ですよね。赤ウーン使わせてくださいくっついてください。お願いします。南球ピンチーピン、どこ触ろうかな。日向逆転することができるのか。おちょっとこう言ってもいいですか。日向あっという間にイーシャン点。ちょっとね、イーシャン点なんですけど、カンパーピンリーチよりは赤馬をぜひとも使わせていただきたい。重苦しい場になっています。ウーワンよりもローワン、ローワンローワンローワン、まあいいや、ウーワンでもいいや、ローワンあっち行って。場は膠着状態。イエーイ、お願いします、お願いします。場が重い空気に包まれています。一番さあ、ここはスルー。ナナちゃんこうしよっか。一体どんなドキュー。あっと、ここで仕掛けていく。え、カンちゃんか、カンローソーか。うわ、にくっつけ。さあ、この針、ここも我慢。うわ、にくっつけ。うわ、にくっつけ。あー、トイメン、はや、ひなた、ここでも仕掛けない。ポンが入ったよ。おソーズ、おソーズかしら。いやもうチアシャンポン、嫌だー、嫌だー、嫌だー。ちょっと待って、尋常じゃなく先を越されてるか。パピンとも切りか。ここは一歩後退。チーピンも各茶どのように打ち回していくのか。ちょっと考えよう。手出し発。いい。おっかけリーチ。プレイヤー行くのかな。果たしてここから。行きますよ。急走は行きます。ひなた、イーシャンテン。急走は行きます。有利な街にしたいですよね。いや、おお来たーリーチ。なんと三ゲスッチーワンデフ。なんかありそうな気がしますよね。思い出の全曲と一緒です。おい盛り上がる。三軒リーチと2風呂考えた。あ、ロン、ここで大きなロンの声。よく競り勝ちました。赤赤ファッションです。日向裏ドラさえ乗れば逆転なんだけどな。日向吉田さんのテンション12000。いやでも親がこれで続いた。しかもあとちょっとでトップ目に立てます。トン2曲、日本馬、ドラは3番、プレイヤーは親です。
くっついて嬉しかった。よかった。ありがとうございます。大きい上がりを決めています。さあ今回はマウスの形が良くてめちゃくちゃいいんじゃないですか。三子暗転でこの形普通にいきましょう。ペイから。一通をうっすら見るけどならなそう。場は膠着状態。ゴッ、飛んできちゃおうか。ひなた早くもリャンシャン転。マウスの形がいいですね。横の変化がいいな。ピンズにくっつくかチーソーの変化。あ、マンズは伸びないと見たのか。下茶ここは統一落とし。チーソーのくっつきも嬉しい。素直なリャンメンが欲しいけどこれはちょっと違うな。まあちょっとこうしようか。キューピンがいなくなる未来もあり。場が重い空気に包まれています。さあこの箱ここはそう。こっちかな。ひなたあっという間にてかすごいね、チーソー引いちゃいましたよ。ニーシャンテン今ね酸素スープを悩むね。あらららら早い。お早い。缶入った。うわうおなにこれ。うおーなんか思ってたんと違う。ちょっとこうしてもいいかな。ひなた、キューピンに取りませんでした。キューピンギリリーチだからね。キューピン切ってちょっとねパワーワンがないから良くないんですよ。チーワン残しちゃってて。でも単葉になれば。追っかけリーチ。プレイヤー行くのかな。キューピン。キューピン。これどうしよう。チーワンめっちゃやばいじゃないこれ。いける？通るかしら。ツーチャンス。え、なにこのイーソー、なにこのイーソー、イーソーってなに、イーソーってなに。もう来てみよう。ドタ場に緊張感が。7秒しかない。でもそんなこと言ってる場合じゃなかった。おお。もらいました。これは強烈なつも上がり。安い方。いやいや十分高い。いや裏裏すごい盛り上がる。なにこれ受ける。ちょっと危ない。バイマン積もられて親かぶりしてまた平たくなりました。これもう盛り上がるね。でもトップ目がまだそんなに離れてないからドラマリャンマンよかったよかった。プレイヤーはペーチャです。ないよ怖いよ。メンホンに仕上がってた の, のあれ勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。どういうことよ。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。怖かったよ。まだドキドキしてるのにもう次の曲やらなきゃいけない。ひなたまだ十分にトップを狙える点差です。ありがとうございます。みたいな。ひなた早くもリャンシャン点。ひなた方針が定まってきましたよね。ひなた早くもリャンシャン点。いやリャンワンがドラか。一番最初にちょっとね三色がうっすら見えるんですよね。トーンが商売なのでとりあえず様子見ですかね。だけどそんなにこだわりたくない。何点差よ。4-2差ですよ。重苦しさ。このここはすぐ。見てこれは嬉しいんじゃないですか。パワーワン。ひなたあっという間にシャンテン。一応リャンワンが来たらあと一息です。お祈りしながらリーチをかけよう。タンワンが来てもストレートに引いた。ちょっとこれは違うな。変化を待ちたいですね。パーソー1枚切れでウーワンだったりなんかこう横への変化。場は膠着状態。ここも我慢。いやもういらない、いらない。なんて言ったってまだ5巡目。場が重い空気に包まれています。いやほんとよ。マンズ高っ。リーチ打ちます。リーチリーチ来た。リーチ、うん、仕上がったんでね。これでリーチですよね。というかもう変化がかなり厳しくなったのでこれは関数ワンでいきましょう。でもねマンズ高いんだよね。現実を切っていった。マンズを高いんだよね。あーっとここで仕掛けていく。リャンチーですよ。リャンチー。リャンメンチー。どれくらいリャンワンを誰かが持ってるかね全然わかんないからまだ。神ちゃん、お祈り、お祈り。プレイヤーのリーチに対応しています。リーズも赤、リーズも赤。
各茶どのように打ち回していくのか。 G1 が通りました。私の町は筋です。中筋です。みんな1と7は通ってるけど4は当たるよ。これはね、ちょっとちょっとね、2人のリーチの中筋だから数は両脇もいかがですか。やばい、ローゾーやばい、うわー、いやー、当たっちゃったよ、ね、リーチ。まあ、うまく打たれてしまいました、耐えた、耐えた、これは耐えました。ニッキュッキュ、私は238。ちょっと三茶亀ですよ。手配はこの試合もいよいよオーラスとなりました。ひなた、満貫を上がればトップですね。さあ、勝つのは一体どのプレイヤーか。満貫出上がりどこでも足ります。はい、ひなた、まだ満貫を作るとなると、おお、え、ペイからですか。ペイから役は何でしょうか。相図か他の役配か。場を制する人物は一体誰なのか。この手を満貫に仕上げるとなるとちょっと厳しい。一体どんなドラマが待ち受けているのか。あれ、想像も出てくるの。なんかちょっと思ってるのと違うのかな。これでリアンシャン点です。ここから何を引いてくるか注目。ポンできるのかな。あ、できた。早くも2風呂目。さっき打ってて、チニッサンは見たいな。戦争かな。想像がね、ちょっとあんまり伸びても良くないかもしれない。各茶どんな最終形を思い描いているのか。あー、いやー、ローソン行くよ、行くよ、いらないの切るよ。というか9-1差でしょ。漫画親マンとかない限り大丈夫なのよ。ラスはないのよ。各茶相手の出方を伺っているのか。トイメン、ステハイにチューチャンパイが並んでいます。いや、何よ、もうリーチ、リーズも3色で満貫だから、リャンワンと3ピンはめちゃくちゃ欲しい。場に緊張感が漂っています。ホイホイかな、ホイホイ。少し場が落ち着いてきたか。おお、ドラさん、ポンでした。そして手から出てきたのはチーワン。まずいよ、まずい、ここはスルー、これはまずいよ。まずいよ。各茶どのように打ち回していくのか。というかね、ドラを切った下茶さんも、さあ、この牌ここも我慢、ちょっと怖いっていうね、そういうことですよ。ちょっと待ってよ、3ピン2枚切れで6ピン1枚切れ、ここは統一落とし。チーワンってさ、もうさ、関わってるじゃないですか。関わってなかったらどういうことってなっちゃうんですよ。待って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 、7秒しかない、7秒しかない。リーチ、おっと、ここでリーチ。プレイヤー、また何切ってましたもん。果たしてここから追いつけるのでしょうか。ていうかね、やばいよ、これラスがある、ラスがある。これは下茶の現物です。ひなた、ここでは仕掛けない。ちょっと待ってね、ちょっとね、打てない、打てなくなっちゃった。しかも手が入らないんで、折ります。このまま静かに場が進行していくのか。お、ロン、おお、横移動。これは思わぬ失点。まあ、うまく打たれてしまいました。あ、え、これはね、私が3着で終わるやつだ。
なんかちょっといろんな横移動とドラマがあったけど、結局私サンジャっていうなんかちっちゃいちっちゃい結末になってしまった。ありがとうございました。さあ、ということで今回の結果は3着。ちょっと物足りないな。いろいろ1万2000上がった後にバイマンの親かぶり、危なかったね、あれね。親かぶりがあって気づいたら3着、最後は何もできずおり、地味ですね。でもまあ今日も1回 MJ スタンで幸せでございます。対局してくださった皆様ありがとうございました。というわけで今日の対局はここまで。見てくださった皆様ありがとうございました。チャンネル登録したら横にアラーム機能、アラート機能、アラート、チャンネル登録しますと横にアラート機能が出るので、ぜひ皆さんそちらポチッとしていただいて最新の動画チェックしてください。また見てね。バイバーイ。